はい、道山です。テスト直前になっても子供がゲームをしている、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回はテスト直前になってもゲームをしてしまう子の癖ですね、これの直し方、こちらについてお話ししていきます。はい、定期テスト前になったらね、さすがにゲームとかスマホ我慢して、勉強してくれたらいいなって思うのがお父さん、お母さんね、普通のお父さんお母さんの考えだと思います。ただ、テスト直前になってもね、相変わらずゲームをしてしまうって子も多いのではないでしょうか。では、なんでそうなってしまうのか。今日はその根本的な原因と、あとはね、できる改善法ですね、お話ししていきたいと思います。直前にね、きちんとゲーム我慢することができたら結果的にね、成績アップにもつながっていくと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではいただいた相談内容から読んでいきたいと思います。テストまであと1週間というのに夜中に隠れてゲームをしています。家庭学習ができていません。一応塾と家庭教師をつけていますが、成績が一向に上がりません。どうしたらいいでしょうか、とのことです。はい、塾と家庭教師をつけているけど成績が上がらないってところ、実はここまで含めて考えるとこの原因ってすごく見えてくるんですね。なので今日はね、そのあたりも含めてお話ししていきたいと思います。まず考えられる2つの原因ですね。1つ目がやる気が出ていない、2つ目がゲームがやめられない。このどちらかです。順に説明していくと、やる気が出ていないというのは、たとえね、テスト直前になってもそもそもやる気がなかったら子供って勉強しないですよね。で、その勉強しなかったら、じゃあ余った時間どうするかっていうと、結局暇なのでゲームに向かうわけです。なので、そもそもやる気が出ていなかったら、子供はね、テスト直前になっても勉強しないですよってのが1番になりますね。で、2番、ゲームがやめられない。仮にやる気が出ていたとします。出ていたとしても、やっぱゲームってすごく依存性とか中毒性が強いものですよね。ってなると、やる気は出て勉強したいと思っているけど、ついゲームをやってしまうって子もやっぱり世の中にはいます。だからこの可能性も考えられるんですよね。で、今回の相談者の場合、じゃあどっちが当てはまるでしょうかってところなんですが、ここが先ほど言ったこの塾と家庭教師をつけているけど成績が上がらないってところを見るとわかるんですよね。これどういうことかというと、結論、原因は1番、やる気が出ていないというところに多分、あると思います。なぜかというと、やる気さえ出ていたら、もう塾とか家庭教師で、いろいろねサポートしてもらえるので、成績って上がるんですよね。よっぽど塾とかね、家庭教師の先生の教え方がね良くないとかだったら、上がらない可能性はゼロではないですが、基本両方悪いってことはよっぽど考えられません。だから原因はやっぱりね、このやる気というところに、出ているかなと思います。で、その時に、じゃあ僕が普段お話ししているね、ご褒美作戦、これってね、すでにやっていますでしょうか。あとは、お子さんがね、もし中学3年生だったら、行きたい進路、アクティブ進路ですね。これは決まっているでしょうか。これをちょっと一回見直してみるといいです。もしどちらかがノーだったら、やっぱ可能性としてこれがさらに高くなりますよね。で、一応ね、これ見てくださっている方の中には、ゲームがやめられないっていうね、こっちのに原因がある可能性もあります。この場合はどこ見ていけばわかるかというと、そもそもルール、例えば何時までにやめるとか、1日何時間みたいなルールって守れていますでしょうか。これがもし守れていないんだったら、やっぱりね、いくらやる気が出ても、これをね、我慢できないからやっちゃってるって可能性もあるので、そっちもね、見ていくといいと思います。では、どのように解決していけばいいのか。まずね、やる気の引き出し方からお話ししていきます。先ほどお話ししたように、一番簡単なのはご褒美作戦ですね。端的に言うと、目標とご褒美を決めて、で、そのご褒美獲得に向けて、勉強のやる気を出していくという方法です。中学1、2年生とかだと結構この方法が有効ですね。イメージしてみてください。例えばね、テストでいい点数取ったら、自分がね、欲しいもの買ってもらえるとかっていうようなご褒美が決まったら、なんとなくやる気って出ますよね。もちろん細かいね、決め方とか、目標の設定とかの仕方によっては、やる気出ないこともあるんですが、それをしっかりね、上手にやれば、通常はやる気が出ます。だからまずは、中学1、2年生の場合はね、ご褒美作戦を使ってやる気を出していくっていうのがね、大事かと思います。で、中学3年生の場合ね、同じようにご褒美作戦やってもいいんですが、やっぱりね、一番の動機づけって行きたい学校が決まるってことなんですよ。僕の言葉で言うならアクティブ進路ですね。やっぱこれを決めていけば、結論、ご褒美なくても子供って勉強するようになるので、もしお子さんが中学3年生であれば、やっぱこれをね、決めていった方がいいと思います。
まあご褒美の決め方についてはね、私が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、こちらでね、かなり詳しく説明しております。もしまだ読まれてなかったら、動画の場合はね、この右上から、ラジオの場合はリンクをクリックしていただければ読めますので、よかったらね、こちらも参考にしてみてください。で、アクティブ進路、これはね、まあちょっと決めるのはね、結構時間がかかるんですが、まあまずは行きたいね、条件、とかをいろいろ書き出して、そこを見に行ったりするとね、結構決まることがあります。まあこの辺についてはね、過去に YouTube とかでも結構詳しく紹介しておりますので、もし興味があれば、道山家行きたい高校が見つからないとかね、そんな感じで調べていただければと思います。で、あと、やる気があるのにやめられないっていう場合ですね。まあ、今回の相談者の方はね、先ほどお話ししたように、多分、やる気の部分が原因なので、ご褒美とね、アクティブ進路、この二つをね、うまくやっていけば、多分、我慢できるようになると思います。ただ、まあ、やる気が出てもね、どうしてもこのゲーム依存とかになっちゃっていると、そこはやめられないので、これはもう結論、練習して、やめる練習ですね。これをさせていくしかないです。具体的には、例えばね、やる気が出ていたら、お子さんはね、お母さんとかお父さんに、勉強を やりたいと。でもどうしてもね、ついスマホとかゲーム触っちゃうんだ、どうしたらいいかなって相談してきます。その時に、じゃあ、とりあえず15分だけお母さんスマホ預かっててあげるよと、その時間だけ勉強したらと。で、15分経ったらまた返してあげるから、15分だけ、スマホちょっといじればいいんじゃないのって感じで、まずは15分我慢する練習をしていくって感じですね。で、これができるようになったら、じゃあ30分、45分って感じで徐々に増やしていけばいいと思います。とか、あとは、まあ、スマホじゃなくてね、ゲーム、なんか、任天堂とかね、プレイステーションとか、そういったゲームだったら、例えば、じゃテスト勉強をね、1時間やったらゲーム30分やっていいよとかっていうね、まあそういう時間はね、子供によって変わってくると思うんですけど、そういうのを、お子さんと相談して決めていけばいいと思います。そうすると、まあ、少しずつですがね、最初は15分しかできなかったのが、少しずつね、我慢できるようになってきます。まあ、全部はね、練習なのでね、最初はなんか、すごく依存性が強いのでね、なかなかやめられなかったとしても、徐々にね、やめられるようになっていくと思うので、まあ、少しずつね、根気よく、練習に付き合ってあげてください。で、こういった提案をしてもね、子供がそもそも嫌だっていう場合は、基本的にですね、やる気が出ていないか、いきなり、ちょっとね、ハードルの高い目標を設定しすぎているかな、どちらかなと思います。現時点でね、15分すら我慢できない子に1時間我慢しろって言ったらね、そりゃ嫌だってなりますし、そもそもやる気が出てなかったらね、なんでそんなことしないといけないのっていう風になっちゃいますよね。なのでその場合は先ほど言ったようにね、ご褒美作戦、アクティブ進路を使って、まずはやる気を引き出すってことをやっていただければと思います。はい、ということで今日はね、テスト直前にゲームをする子の、改善法ですね、お話ししました。まあ結構ね、テスト直前になるとね、本当にこういった子が増えてきます。その場合はまあ必ずね、原因ってあります。だからそこが何かっていうのをやっぱ突き止めて、ダメな部分を直していけば、お子さんの成績必ず上がっていきますので、ぜひね、できるところからやってみてください。